最近強風続きで、霞は、順次ターンオーバーでしょうか。あの風ではターンオーバーしないんです。いいですか、ターンオーバーっていうのは表面の水温とあの下の水温ね、本来は上の水温が暖かく下の水温が冷たい、っていうのが普通なんですが、それがあの秋になると逆転現象で上が冷たくて下が暖かいっていう現象になります。その時の、まあ表面水温っていうのが大体16度ぐらいになった時になるんですけども、ターンオーバー自体っていうのはそこにこうサーモクラインって言われる16度の層ができるんですよ。で下に20度ぐらいの層があるんですね。でこの層にサーモクラインと言われるものがまあシーンと沈まり、風じゃないですよ、シーンと静まり返った朝ね、超冷え込んだ朝の気温が10度ぐらい、ね、重くどんどん冷たくなってきて、水は冷たい方が重たいんでずーっとーんって亀裂が入った時にジュワーって冷たい水がそこに入ります。そこにずわーっとこうね、あの逆火山のような状態になってって下に行ったものがです今度サーモクラインが押し上げられてきます。押し上げられてきてどっかで亀裂がパーンと行くと、火山と同じでもう 魚の死体だとかね、うんちだとかおしっこのあの亜硝酸と言われるものアンモニアね、それがブワーってもう火山のように盛り上がってきてグワーって混ざるの。そうすると pH の悪い水がないか全部上に上がってしまう。これがターンオーバーで、風が強い時にバーンってなるのはターンオーバーではなくて底割れというやつですね。特に浅いあの湖の場合ね、底割れだから霞ヶ浦の場合だ 2,3 メーターではターンオーバーしないんですよ。仮にターンオーバーしたってあの 3メーターしかないところ魚3メーターまで行ってるでしょ、ね、で4メーターしかないので4メーターまで行ってるでしょ。だから別にそこに水がひっくり返るのかどうしようかそんな の, あのターンオーバーの他の字にもならない、ね、ただ人々はですね釣れないことを全てターンオーバーのせいにするんです。よくあるもうターンしちゃったからさってよくあるじゃないですか。それどうだったの、あのこの間のって言って、よターンしてたよで、ああターンしちゃったら釣れないねっていう、そういうのによく使うんですよね。だからターンオーバーじゃないです。